何をする気だガープ。そうやってわしを抑えておけ戦国。でなければわしは杯を殺してしまう。バカめ、ギグさん、まだだ、ズレア、裏切り者への制裁も必要なようじゃの。準備してろ。マルコ隊長。うっとうしいの、ハチ使いか。危険はもう手遅れじゃとわからんのか。なんてことに。絶対に逃がさん。海軍の猛攻の中、ルフィはエースを解放した。だが大将赤犬の追撃がエースを襲う。ルフィをかばい、エースは死亡。目の前で義兄エースを殺され、呆然と座り込むルフィに赤犬の拳が襲いかかる。エースの死により精神が崩壊したルフィを逃がそうと、ジンベイは湾島へと急いでいた。信じる正義のため、ドラゴンの血を絶やすべく追いすがる赤犬。だが赤犬の背後には、言葉なき怒りに満ちた白ひげが立っていた。二人とも逃がさんと言うたはずじゃ。赤犬さん、危ない。まだじゃ。気ぃつけ。
ッチャーバカされなおろマッチャー逃がさん行くぜマッチャー逃がさん大変なもんか逃がさん待機なマッチャーおろっ終わっちゃまれにいやちゃっちゃっちゃっまだじゃまだいるかそんなもんいやこれならずはほっいやけてみろどうしようせ大海賊白ひげは黒ひげ海賊団によってとどめを刺されその生涯を終えた。黒ひげの参戦によって深まる混乱だが赤犬はルフィを執拗に追い続けていた。私が逃がさん言うたらもう生きることは諦めんかいバカタレが。そのドラゴンの息子をこっちへ渡せジンベイ。そりゃできん相談じゃ。わしはこの男を命に代えても守ると決めとる。じゃあもう二度と頼まんわい。まだじゃん大変なんか行くぞ絶対に逃がさん まだじゃん邪魔しよるのジンベイ気づけんわいくよわチュッチュッサメガラ聖剣スキッカー任せんジンベ油断しとらんかチュッチュッイノさん大変かチュッイノさんご覧じゃイノさんバタシまだじゃん大変なかチェルイベやろねえかいやろねえこんなところで覚悟せ義兄エースの死により精神崩壊したルフィを抱えひた走るジンベイを追う赤犬。ジンベイの体を貫きルフィにも一撃を与えるがジンベイはあくまでルフィを守り通す。とどめを刺そうとする赤犬だったがエースの意志を継ぐ者たちがそれを阻む。心配しとる場合か。貴様が邪魔でちょっと外したがの心臓を貫けば楽じゃったろうになあジンベイ。
船のえぐれたそいつをまだ守るのか。じき死ぬぞ。クロコダイル、ジャーブルス、誰か受け取ってさっさと船に乗せちまえ。クロコダイル、守りてえもんはしっかり守りやがれ。これ以上こいつらの思い通りにさせんじゃねえよ。揃って、あの麦わら小僧のために命を落としたいんか。俺たちは全員、こいつの持つ底知れねえ執念と力を目の当たりにした。お前らともあろう者らが大層じゃのう、白ひげ海賊団。油断しちょらん。赤ひげ、お前が今殺しておきたいと思うあいつの危険度と、俺たちが生かしてやりたいと思う大層な期待値、同じじゃねえのかよ。いもはや言葉で治るもんじゃありゃせん。好きにせい。海賊という悪を許すな。まだじゃ。こっからだぞい。白ひげとエース、戦争を引き起こした2人が死んでなお戦いは止まなかった。マリンフォードを落とそうとする黒ひげと守ろうとする戦国、ルフィを殺そうとする大将赤犬と、それを阻む白ひげ海賊団の隊長たち、増え続ける犠牲者に構わず最後の1人まで叩き潰すべく海軍は士気を上げる。だがその時、1人の海兵が立ち上がった。